10日のフジテレビ、全力、脱力タイムズ、では、メインゲストの藤森慎吾が番組企画にぶち切れて楽屋に同乗するネタ企画が行われた。交代で説得役が藤森の楽屋に差し向けられ、女性アナウンサー南さん、なら刺さるかもしれないと佐久間南アナも投入されたが、藤森は大荒れ。藤森が尊敬する先輩河本純一が出向いても態度なで、俺のこと笑わせてください、と出演条件を提示。これに河本がオリエンタルラジオの、武勇伝、ネタを繰り出し、若手の頃から売れまくり田中みな実とお付き合い、武勇伝、武勇伝、と切り出して笑わせたが、その後も、若手の頃から売れまくりとお付き合い、と別の元恋人の実名を次々にぶち込んで、ピッ、オン、で伏せられる展開となり、藤森は沈没状態に、ピオンで伏せられたのは、大人気モデル、大人気タレント、と表示され、最後に、大人気女性俳優、を口にされると、ついに藤森が、帰れ、と悲鳴を上げていた、ネットの声、ピオンつけたら出演者は楽しいかもしれないが、視聴者だけ置いてけぼり、こういう制作って視聴者をしらけさせるって、番組制作者わかってるんだろうか、こういう、視聴者にはわからない。うちは受けが一番見てて面白くないんだけど、やっぱり皆さん同じように思ってるようですが、それに、結婚したばかりの人に昔付き合ってた人の名前出してネタにするって下品だと思うけど、まあ、河本さんももう過去の人で、最近面白く、ないですもんね。粗品のように SNS で実名を晒すことができる今、イオンで消してしまう地上波見て何が面白い、って、なっちゃいますよね。タレントの内輪受け見てもただの時間の無駄にしか感じないし、ご結婚されたばかりの藤森さんの元カノが誰とか聞いたところで、でも違う人と結婚したんだから、それが何?ってだけで、何も面白くないと企画会議で誰も言わないのだとしたら、テレビマンも終わってる。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。